新日本の揚げポッドキャスト。はい、どうも皆様こんにちは。新日本の揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。待ってました。レーデーシャマルコでございます。マルコちゃん。広瀬和夫プロデュース、もっと新日本の揚げスピンオフの落語会およびそれぞれの落語会の宣伝のためにやってるこのポッドキャストでございますけども、うん、はい、まずは私がレーデーシャマルコ、そして伊達川幸四郎です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。今伊達川流の B コースとかってあるんですか？B コースはね、もうほぼ存在してないんじゃないかな。 B コースってあれ芸能人コースってこと？あの有名人コース、作家とか。 A コースが確かプロね、うん、男子郎師匠みたいな。そう、で B コースがあの有名人コース。有名人コースだけど、うん、だってほら、今本当にそれで活動してる人っていうのがいないもんね。いないですね。高田文夫先生が立川東志郎で CD 出したりしてましたよね、うん、だけどそれは昔の話で、家元は生きてる時だから、はい、今、うん、男春一門だから。あ、そうなんですか。うん、だよね。からね、いや男春一門だっていうのは聞いたことないですね。そう、ビートたけしさんじゃないですか。あ、そうかそうか、たけしさんだ、すみません、ね、間違えました。広瀬さんもだいぶスーパーコンピューターが錆びれてきてるからね、最近ね。そうだ、そう、たけしさんは講座名が何でしたっけ？売春。あ、それだ、それだ。変えて、男春師匠の。だから、そう、いや、売春にしたんだよね。そうそう、で、春が使えるから。もともとなんだっけ、立川ビートたけし。いや、なんかありましたよね。あったあった。あ、もう広瀬さん、そこやめて、前もって言ってくれたら調べとくんだから。そうだね。出てこないよ、俺。そうだな。で、C コースっていうのが、あれですよね。なんか、素人がお金払って。ああ、そう、名前もらえるって。やるみたいな。うん。それは今、なくなったんですよね、確か。なくなったね。でもまあ名前をあの名乗ってる人はたまに見かける。あ、そうなの。あ、そうですか。うん、あ、でももらった名前だから名乗ってもいいわけでしょ。いいのかな。まあその辺がちょっとどういう契約になってるかは、僕は孫弟子だしよく分かってないけど、なんかその男子賞からもらった名前で落語をやってた人がいて、あ、それはもうやっちゃいけないと言われたとかなんとかっていう、なんか、うん、ところが男子賞亡くなってから、で家元がいた時は家元制度があって立川流だったわけじゃないですか、はい、うん、家元がいない立川流ってのは一体何なんでしょうって話だよね、そもそも、うん、ね、親睦団体。段之助師匠は親睦団体って言ってましたね。あ、いや、だから次の家元の誕生を待つ期間ですよね。それはね、そう、メシアが降臨するまで我々は祈り続けるしかないんですよ。そうなる前に消滅する恐れも。そんなことないです。一致団結してますから。一致団結してますよ。みんなで一生懸命。理事会とかないんだよね。ないです。理事会ないんですか？ないです。じゃあ話し合いは？話し合いは行われません。ただ祈り続けてる。そうそう、ただ祈り続けてる団体。次の家元早く降臨してくれっつって。年に一度新年会があるだけなんでしょ。新年会ありますけど、新年会はまあ報告するぐらいですから、うん、何かこう決めようとかってのはあんまないですね。だからその難しいのは、その、うん、立川談志という方は落語協会で真打ちになって、うん、落語協会で売れてて、落語協会を脱退して自分の団体を作ったと、はい、でそれは五代目円楽師匠もそうですよね、うん、落語協会を脱退して自分の協会にいると、うん、でその落語協会で育って修行をして真打ちまでなった人、はい、というのと、だから落語協会で2つ目までで、うん、はい、立川流や円楽堂で真打ちになった人、うん、だから最初から落語協会に全然関係ない人、うん、はい、とだいぶ違うんだよね、見られ方って。少なくとも落語協会からは。ああ、そうですね。だからやっぱり落語協会というのは寄席第一主義で、うん、寄席で前座修行するってことが前提なんですよね、うん、ってなると理事会でね、その立川流を落語協会に戻そうかみたいな話が出たらしいんですけど、その時にじゃあ交番どうすんだよと、うん、前座修行してないやつどうすんの、うん、それ入れるわけにいかないだろみたいな話で、うん、ちょっと揉めてね、まあ、結局なしになっちゃったんですけど、うん、だから段之助師匠とか、はい、ブラック師匠とかね、はい、あの辺りはその
落語協会で修行されてると、うん、で、志の輔師匠以下ですよね、はい、確か、はい、そこは、全然やってないので、うんうん、だから古い人はそこ以下は話し家として認めないみたいに言う方もいらっしゃいますよね。なかなかだから僕もよくわからないのは、あの落語協会のことしかね、マルコさん言えないと思うんだけど、例えば落語芸術協会ね、談合、はい、うん、師匠が芸術協会に入ったじゃないですか、はいはいはい、で談合師匠って2つ目までなんですよね、落語協会って前座までかな、わかんないけど前座じゃない、ね、前座かな、前座までですかね、そうだ、いや2つ目の広めの時だったかな、まあ、とにかく、はい、あの真打ちにはなってないじゃないですか、なってないです、はい、落語協会でね、はい、であのその人が芸術協会に入るにあたっては一応真打ちのままですよね、当然ね、で別にただしその一門の弟子が、談合師匠の弟子が芸術協会入った時に、2つ目は前座からやり直す、うん、はい、1年です ね、うん、ですよね、でじゃあそれは立川流なのかと、だからなのかと思ったら、うん、落語協会からの2つ目が芸術協会に行った時もやっぱり前座からやってない、やってます ね、 ね、はい、師匠を変えた時ですね、それ師匠変えて、なので談合師匠は真打ち扱いで芸協に入れてるってことですね、うんうん、ただしあのそれ以下の人たち、例えば立川疾平と名乗ってた人が、はい、文治、先代の文治師匠に入り直した時にやはり前座から、うん、そうだそうだそうだ、こともありますので、うんうん、だ2つ目以下の場合は必ず前座をやらせるっていう、そういう形になってます、ね、だからそれ立川流関係なく、うん、やっぱり三座さんのところから二つ目は架橋君ですかね、うん、今の架橋、あと新華さんね、新華さんね、はい、やっぱ、ね、遺跡、遺跡組は全員前座からですね、二つ目以下は、なぜなら雄尺師匠は、新内扱いで移ってます、そうだよね、はい、だ新内になってれば新内扱いなんだ、ね、新内になってから移った方がいいね、まあ移るならそうですよ ね、 すよね、マルコさんもじゃあ移れるわけですね、新内移ろうと思えばね、うん、移ろうと思えば新内だもんね、新内な新内扱いで ね、扱いでも交番は下がるのかな、交番は客員の方に行くんじゃないですか、客員、はい、あで落語協会には客員っているの、いないですね、だ例えば歴史的にもね、芸術協会から落語協会に移籍する人っていうのはいるじゃない、でだから、落語協会から芸術協会行くっていう時は、はい、何らか の、 あのしくじりというか何らかの問題があって行く場合が多いじゃないですか、一旦廃業になるかならないかみたいな発表があって芸術協会に入り直しましたの場合が多いじゃないですか、落語協会って基本的に移籍ってそういうことじゃないですか、うん、まあそうですけどね、うん、はい、あの優秀だから引き抜くではなく、それがあるじゃない、だって落語協会あるんですか、芸協から落語協会ある、文鳥師匠とか、過去に文鳥師匠、南京師匠、文鳥師匠、うん、この3人が芸協から落語協会に移ったんですよ、これはなぜかというと鈴本と、うん、まあ、芸術協会がちょっと仲悪くなっちゃって、うん、じゃあ芸協は鈴本に出ませんっていうことになったんで、うん、いやいや私たちは鈴本に出たいんですって、うん、じゃあ落語協会に移らせていただきますっていうことで、まあ、移ってきましたね、まあトラブルといえばトラブルです、これ、うん、あ、まあ、そうかそうか、まあでも別にそこで交番下がるとかあるのかな、あったのかな、あ、その当時の交番ってのは分からないですね、そうだね、だから難しいよね、でも、はい、でもかなりウェルカムだったと思いますよ、はい、ね、だって実力ある人たちが来てくれるんだからっていう、おそらくですけど、あの真打ちの一番下につけられるとかそういう扱いだったと思います、なんかほら落語協会分裂騒動の時に圓生師匠について行こうとした、はい、だけど戻ってきた新潮師匠たちを交番下げようって話があったらしいですよね、はいはい、結局下げなかった、下げなかった、それは良くないということになったわけですよね、はい、あれ小三師匠は決めたんでしたっけ、良くないっていうのは、おそらくそうだと思う、ね、はい、柳屋一門のね総帥が小三師匠はそういう方なんですね、かわいそうだから、だから私の師匠の馬風の会長への道という本にも書いてますけど、うん、今日の理事会で男子が、辞めると教会をっていう今知らせがあった、うん、その時にうちの師匠がどうしますか、落語家じゃ食えなくさせますか、名前を取り上げろと、うん、いやそれはかわいそうだよ、うん、落語家続けてさせてやれよと言ったと、そういう人が書いてますけども、仲悪いじゃん、そしたらえそんな悪いこと企む師匠いやいやいや、そんな
いや、うちの人は古文だったんですか、男子。そう、なんかあのね、議員時代、国会議員時代に、あのカエルさんと、マムシさんマムシさんが面会に来てますっていう。それなのに名前取り上げますかって言ったんでしょ。まあ、それもね、まあ、シャレかないですけども、ちょっといたずらっぽく聞いたじゃないですか、どうしますか、名前取り上げますかみたいなね。なるほどね。まあでもあれですよね、だからその落語家で今ね話に出た、つまり名前取り上げますかって言った時にね、うん、立川談志っていう名前をもし取り上げるって小三師匠が言ったら取り上げることができるのかっていう話ですよね。でそして落語家と名乗ることができなくなるのかっていうね、うん、でもあの小三師匠は破門はしてないわけですよねっていうふうになってますよね。ある時点でそういうふうに言わざるを得なくなったのかもしれないけど、うん、あ、正式に破門出してるかどうかちょっと今確認は取れないですね。少なくとも小三師匠はあの破門じゃないっていうふうなことをあのうっかり喋ってますよね。でも一門であんなやつは破門でしょっていう空気にはなったんでしょ。ね、まあ、その場にいたわけじゃないんで、ね、そうだからの残っている音源で確認できるのは東横落語会で小三治師匠と談志師匠と小三師匠が提談をしているときに、いつでも戻ってこいよと言ってるって小三師匠がね。まあ昔はしくじると大阪とか行ってしばらくしてほとぼり冷めたら戻ってきたもんだよって、だから旅をさせるようなもんだって言ってるもんね。でもまあ談志師匠がね、あいつらバカだって言い過ぎるから、だからあんなこと言わせといていいんですかになったんだと思うけど、あ、火に油を注ぐようなね。ただそのだからね、五代目円楽師匠はそういうこと言わないから、そういう問題は起きないと思うんだけど、落語家っていう基準ですよね、うん、プロである基準。そうですね、例えばブラック師匠で言うと、あ、うん、まあ、協会で2つ目までなってますよね、うん、ただ前座修行してるわけだ。前座修行して2つ目になってます、うん、で、立川流が抜けるという時に、うん、立川レフチェンコですよ、はい、レフチェンコって言って、お前スパイになれと、うん、で残されて、で小三師匠にその当時有名なスパイでね、レフチェンコって言ったらしいね、ロシアのスパイ、ね、うん、当時ソ連ですか、うん、で、いや師匠についていくもんだろうって小三師匠に言われて、うん、その時に正式な手続きを踏まなくて、うん、除名扱いになってですね、へえ、どこ立て替わりを、不遇だな、落語協会、落語協会を、不遇だな、落語協会を、男子師匠とかはね、だからその今聞いた話だと正式な破門にはしてない、だから師匠が廃業届っていうのを出すんですよ、うん、落語会に。そうすると破門になっちゃうんです、うん、こいつはもう落語家ではありませんと、うん、でそうじゃなくて最近なんかホットな話題があるね、それね。そういえばなるほど、だからそこでその男子師匠が多分こいつは教会に置いときますっていう届けを出して出てっちゃったわけですね、うん、男子師匠はまだ席があると実は、うん、ね、うん、だけどそこで 次この師匠についていきますって前座とか2つ目はちゃんと出しとかないと、ね、はいはいはい、1ヶ月以内とかで出さないと廃業になっちゃう、うん、それを出さずに男子師匠と行っちゃったから、うん、除名扱い、あ、そっか、そこにまだ席が残ってる状態で正しい手続きを踏まなかったから、うん、だから男子師匠とか復帰しようと思えばできたわけですよ、うん、その今の真打ちという、はい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 、肩書きのまま、うん、ところがブラック師匠は落語協会にはいなかったことになるんで、あ、すごいな、それすごいね。だってあのほら、ちょっと前にあの立川流3人の会が、ね、あって高田先生のプロデュースで、はい、うん、はい、篠介談春志らくの、トークの中であの家元にね、まあ、ここでも言ったことあると思うけど、あの 立川流じゃない、落語協会に戻るって話あるけどどうするって弟子に聞いたって話ね。でやっぱ戻れたわけだ。戻れたんです。戻れたんですね。はい、でもブラック師匠だけは戻れない。だからもうどう考えても、うん、ブラック師匠ってプロの落語家じゃないんですよ、ね。その観点からか。そう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 。でしかも立川流からも脱会してる。そうそうそう、除名されてるでしょ。だからもうどうか状況的にプロの落語家ではないんですよ。ブラック師匠って。だけど我々は。あのプロの落語家だと思って接してるんですよ。だからブラック師匠が元の弟子に訴えられても落語家が訴えられた事件としてあんまり騒がれてないんですよ。いや別の問題です。そういうわけじゃない。広瀬さんすごい意地が悪いんですよ。
少なくともマルコはまだ仕事してるんだから。そうかそうか。ね、あブラックしようと。そうですね。なんで？なんでって出てって言うから。なんかマルコさんが出たくないけど、出たくないけど出てって言われてるからやってる。マルコさんがいまいちメジャーになれない理由はそこかもしれないですよね。いや、いまいちメジャーになれないかどうかわからないですよね。とんでもとか出てたらまずいよっていう話をね、志らく師匠は早くに分かったわけじゃないですか。早くに。談笑師匠もある時点で分かったわけですよ。ね、そろそろ卒業ですかね。そうそう、卒業したら笑点メンバーになれる。最近よく言われるんです、それね、うん。そろそろ卒業したら笑点メンバーになれたかもしれないのに。あ、そこだ、調査されて、あ、でもこいつとんでも出てる。そんなにマークされるような落語会だったんだ、それ。そうですね。そうだよ、だって、快楽亭ブラックの会とかね、はい、そう今言ってたように落語家じゃないわけじゃないですか。まあ、状況証拠が常に上がってますからね。しかもその落語家じゃないというよりも、落語協会を除名されて、立川流から借金問題で脱会した人のところに古文のようについてったら、うん、それはちょっと日テレ的には厳しいんじゃない？そうです、ちょっと身の振り方考える時期が来てるかもしれないですね。お前ブラック師匠悲しく思うよ、ね、寂しいよ。マルコマルコって可愛がってたのが、いやもう僕売れたいんでちょっとブラック師匠とは距離を置きますって言われたらさ、やっぱりさ、そろそろやっぱりね、こう夢空間とかで入れられたいんじゃないね、満喫っていうところにマルコってのもあってもおかしくないのに、京太郎さんざ満喫みたいなね、京太郎一之助満喫みたいになってて、満喫さんとどん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 差を広げられてる今ね、うん、ものすごい追い込まれてますね、うんうん、まあしょうがない、でもだからそういうモードに、そうでそれはマルコさんが悪いんじゃないんですよ、ブラックショーおい、まだマルコが決断してないんだから。そっか、そんなこと言わないの。ま、でもで、ね、ブラック師匠のファンっていうのもいますよね。いますよ。僕よく言われるんですよ、うん、なんでブラック師匠のこと書かないんですかって言われて、うん、まあ、いや、広瀬さん、そこはもう大丈夫です、はい、それ以上話をしたら、はい、大丈夫ですということなんですけど、だからプロの定義っていうのがね、うんうん、一体どこにあるのかと、そう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 、いうのはやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないなと。だからタレントさんが落語をやるっていうのは、うん、まあ、タレントが落語をやりましたってことじゃないですか。だから風間森夫さんが、あ、すごいお客さん入れますもんね。で風間森夫さんはあの俳優としての人気があるから落語をやってもお客さんが入るのか、うん、その落語自体が志ん朝師匠のよものを見て覚えたものだから、うん、志ん朝師匠のものを覚えたらクオリティ的には高いじゃないですか、うん、だから落ち研みたいな、あのプロの芸をあの才能ある人が盗んでやってるっていう発表会としてお客さん入るのか、うん、でもそれは落語会なのかって言ったら、まあ、風間森夫さんみたいな人、まあ、他にタレントさんがもし落語をやってお金を取っても落語家とは言われないと思うんですよね。少なくとも落語家と名乗ることもしないと思うし、まあ、それは話かでもいいんですけど、うん、だからその落語家である定義っていうのはやっぱり今のところあれですかね、あのどこなんでしょうね、落語協会から工芸術協会かっていうことになっちゃうと東流亭とかも違うしね、うん、だから立川流とか円楽一門とか、だからまあ今立川流はあの本当に家元がいないから本当にちょっと落語家である基盤っていうのがね、うん、なかなか難しいんじゃないかっていう、あの厳密な考え方をもし伝統的な考え方で言うと、うん、五代目円楽一門会もだんだんとあの落語協会との関係がない人たちだけになっていくと、どう落語協会から捉えられるのかなっていうのはね。でもそれは落語協会がこの人がプロですって言ったのがもうプロでいいんじゃないですか。だからこの人はプロですって言ってないわけじゃない、立川流とかのこと、うん、でもどうなんだろうねそれって。そこで、立川流の落語家がプロじゃないと仮に言われたところで、うん、今の生活は揺るがないですから。まあそういうことだよね、うん、だからここの団体から見るとこう見えてます、うん、っていうただ一つの、うん、その視野にしか過ぎないんじゃないかなっていうのは、そうね、思うのと同時に、うん、まあ、寄席修行はしてませんと、うん、立川流は、うん、でもまあ一応、男子という一門には所属してます、うん、で弟子も取ってその一問はまあ少なくともあと何世代かは間違いなく続くだろうなっていうのが見えてるのを、まあこのプロの形とするんであれば、地方でね、勝手に落語家っぽい名前なのって
弟子取ってる人いるんですよ、うん、でその人たちが落語やってお金取ってやってるんですよね、うん、だからその単体でやってるんではなく、うん、もう指定制度みたいなのがそこに出来上がってるんですよ、うん、そうするとこれと立川流の違いは何なんだっていうふうに、うん、そうなりますよね、うん、そうなるんですよね。そうなんですよ。だから例えばその中央権力があるのに、うん、地方で勝手にその政府のようなものできてて、なんか独立勢力として、だから多分あの織田信長が統一に動くまでは、うん、そんな感じだったわけでしょ。あそうね、武田は武田、上杉は上杉、一領主みたいなね。そうそう、うん、みんなそこの中でだって法律も決まってるし、うんうん、そこの中で身分制度も決まってるわけだから。ね、税金だってね。でそれは独立勢力としてあって、うん、だから今は落語協会と落語芸術協会に全国が統一されたんだけど、うん、なんか名古屋とか、うん、立川流とか、はいはいはい、円楽一門とか、うん、ちょっとあの独立勢力がまだ残ってて、うん、成敗されてないという状態で、はいはいはい、そう統一されてない、うん、統一吸収される動きが。早く統一頑張んなさいよ。いやいやもう無理だし、ここまで来たら無理です。なんで。いやもうむちゃくちゃ。そんなことないでしょう。なんかね、でもほら全部吸収していっちゃうんだから。吸収できないでしょ、交番がむちゃくちゃになるから。そうね、だから それを別に交番どうのこうのっていう発想があるからいけないんですよね。 年数でだけで決めればいいじゃないですか、入門年次で、うん、そういうわけにいかないんですよね。立川流みたいに入門年次に戻っちゃうっていうね、う先に真打ちになったのにあのまた下に戻るっていうね。だから正直申し訳ないんだけど、はい、俺はその交番が、うん、あの全然わからない。交番が上であることのメリットもわからなければ、下であることのデメリットもわからないから、別にマルコが上でも構わないって思えるぐらい交番に対して思い入れがない。いや、すごいことですよ、交番を、うん、あの交番が1枚の上だと、うん、前座さんが先にお茶を出してくれるんですよ。いいよ別に。なんかさ、だから自分で飲むわ。他にないのメリット、交番が上なことのメリット。兄さんって別に言え、俺マルコ兄さんです。マルコ兄さん、おいマルコ兄さん、殴るなよ。殴るな、また兄さんを殴るなんて。このポッドキャスト第2回以来だぞ。でもあれだよね、だから一之助さんみたいに抜擢されて二十何人も抜いちゃうと、うんうん、はい、交番がぐっと上がるわけでしょ、はい、でもなんかね、あの人の場合はあんまり変わった感じしないけど、やっぱりあれなんだろうね、いろいろあるんだろうねきっとね。落語協会でまた抜擢あるじゃないですか、はい、どうなんだろうね。だからその抜擢された側があんまり偉そうにしなければ、うん、多分そんな問題はないんですよね、うんうん、なるほどね。だって偉そうにしていいんでしょう、上になったら。そうなんですよ、だから過去に偉そうにした人がいたんだと思うんですよ、うん、なるほどね、うん、ね、あと、2つ目まで行って、うん、で破門になって、うん、で落語協会の中で前座やり直してる人がいるんですよ。あ、その時に今まで先輩で兄さんだったけど、うん、下になって入ってきちゃった時に、うん、言葉遣いを乱暴にしちゃった人とか、うん、ものすごい恨まれてますから。あ、俺は今でも許しない。言いますから。それぐらい交番で態度変える人が大変なことになるんですよ。あ、そういうことね。まあだからその組織の中でね、やっぱりね、まあまあそれが秩序なんだろうね。馬王師匠は交番どうだったの、入った時。馬王師匠談笑から。ああそうか。いや、わかんないですけど多少落ちたかもしれないですね。なんか交番をペナルティーに 2,3 枚下げるみたいな言い方するんで、それはあったかもしれないですね。ペナルティーで下げることがあったら、はい、いいことしたら上がったりしないの。だから抜擢ですね。抜擢をだって1回しかチャンスないじゃん。あ、そう、昔は理事になったら交番上がったんです。あ、それも面白いね。でも今は違うでしょ。それもそう、あの今の段階の世代ぐらいが嫌がって、うんうん、俺もそういう嫌だから上がるのが上がって偉そうにするのが嫌だから。あ、なるほどね。そのままにしてとか、あるいは一回理事になって、理事降りた人が戻してとか、うん、ああそうかそうか。だから一番会長なんて、一番会長どこ、ね、会長なのに真ん中が変でおかしいよね、肩書きと合ってないよね。だってペナルティーで交番下がった人いるじゃん。おらおらおら。立川流の志らく一門の総領でしょ、誰なんですか。総領は今志ららですね。ね、うん、でも兄さんって言ってくれるでしょ。うん、
その交番が上になっちゃった人たち、ね、いや、ま、もともとアニメさんって言ってない、いつもコシラさんって言ってるよね、あコシラさん最初からでもさん付けですよね、うん、だから交番が上がったからって言っておいコシラになったようなもんですよね、ああ、でもなんかそういう関係性じゃなかったからな、今立て替わりはまたちょっと別なのかもしれないね、でもね、いや志らく一門だからかもしれないですね、あなるほど、うん、志らく一門ね、いやそれでそうだから、昔はだって教会の分裂とか合併とかいろいろあったわけじゃないですか、はい、だからそれであの落語協会にいた人が分裂して新しい団体作って、でその名前をじゃあ落語協会返してくれなんてね、はいはい、二人子三次みたいな状態があったわけじゃないですか、だから返してくれみたいな、だから歴史的に見れば教会の分裂なんて普通にあることだから、だから立川流も円楽一門もあの普通にそこにあっておかしくないのに、なんとなくわだかまりがあるのはやっぱりあれですかね、分裂の仕方なんですかね、それとも、まあ、その当時のことを知ってる人がまだご存命だから、もうほとんどいなくなってはいますけども、うん、やっぱだってね、田無師匠も円楽師匠も亡くなっちゃってるわけだから、そうそう、当事者はいないじゃないですか、もう演奏師匠も亡くなっちゃったし、炎上師匠も亡くなっちゃった、川柳師匠もいなくなっちゃったし、だんだん寂しくなってくるね、炎屋師匠もいないし、騒動の時、騒動を知ってる人たち、そうですね、だから一回ね、だから円楽師匠が、うん、あの六代目円楽の広めをうちで、落語協会で、ね、うんはい、やらしてほしいと、うちの師匠が会長の時にできて、うん、うちの師匠は肉を渡されて快諾をして、うん、いいね、崩し方がいいね、肉っていうのが、ね、肉を渡していい肉もらっていいよって言ったんだけど理事会にかけたら、理事会にまだ当事者がいたわけですよ、あ、ね、だから男子師匠に戻ってきてほしくない人、うん、円楽師匠に戻ってきてほしくない人みたいな人がいっぱいいたんで、うん、これ却下されたんですね、あうん、だからわだかまりがどうしてもあったと思いますよ、ねえ、うん、だからね、そのだから芸術協会では広めやりましたよね、だから円楽一門、はい、あの六代目円楽をね、うん、だ今後どうなって、僕ね、だからそのこの間あれですよ、落語作家の夏野鴨さんが、うん、竜亭しがらき君と二人会やったの見に行って、はい、で夏野鴨さんはまあ、普通に落語やったわけです、新作落語ね、自分の作った新作落語、うん、で新作落語をたくさん作っている落語作家なんだけど、もともと立川流で修行をした元落語家、はい、そうですよ、で落語家を名乗るのをやめた春吾、元春吾、うん、2つ目までなってる、なってる、2つ目なってる、2つ目なってあれ出たもん、そう、話し家が夜中に闇夜にこそこそ、こそこそ、うん、こそこそ、すごい注目浴びたもん、うん、でその春吾、元春吾の夏野鴨さんが、まあ、今ね、だからもちろん落語作家としてたくさんいろんな人にね提供したりしてるけど、落語会も出てるんですよね、そうやって、うんうん、で僕はどういう形でやってるのかと思ったら、普通にまあ着物着て講座上がって新作落語をやると、うん、でそこにおいてはだからその一緒に出た信楽と何の違いもないわけよ、落語芸術協会の2つ目が落語を着て、あの着物着て新作落語をやってる、で夏野鴨さんはあの着物着て新作落語をやってる、うん、でも落語家とは名乗ってない、落語作家、落語作家が自分の書いた作品を演じてるやってるっていう状態の時に、これ夏野鴨さんがものすごく売れた場合、うん、世間的には落語家って見るじゃないですか、落語で売れたら、うん、落語作家講座にも上がる落語作家、コメンテーターでテレビに出るんだったら落語作家で出るでしょうね。なるほどね。ただその売れるというのがテレビに出るということだとするんだったら、そこで落語をやらない限りは落語作家で通じると思いますけど、あ、そりゃそうだね。番組内で落語をやらせるということになったら、うん、落語家って表記するかもしれないですね。これね、僕自身がですね、うん、肩書き、うん、僕の肩書き、あ、考えたことなかった、どうしますかって言われるの、うん、でもめんどくさいから落語評論家ってある時期からしてるのね、あ、落語評論家、音楽雑誌編集長って長いから、うん、だからある時期以降に僕を知った人は、あの同姓同名のバーの編集長と同姓同名の落語評論家いると思ってた人もいる。なるほど。で僕の場合、肩書きどうするかって、バーの編集長として仕事するときはバーン編集長、うん、で落語のことで仕事するときは落語評論家、はいはいはい、でまあプロフィールなんかは両方併記しますよね、うん、だけど
だからそれは別に資格がある問題じゃないから名乗っちゃえばいいわけでしょ、うん、別にまあ音楽雑誌編集長は名乗ってるだけじゃないけど、実態がありますからね、雇われてるからあれだけどで落語評論家っていうのもそうしますかって言われるのは本もいっぱい出してるから、うん、まあそう言ってもいいんじゃないかなと。じゃあ夏の鴨さんがあの落語の講座で売れた場合、うん、肩書きどうしますかって言われた時に、だから例えば夏の鴨も、竜亭しがらき二人会行った時にね、うん、でこれね面白かったのは夏の鴨と竜亭しがらきどっちが兄さんなんでしょう問題。あそれ二人とも ね、 おね入門した年次とかっていうと、うん、あの立川俊吾の方がずっと早い、ね、うん、で年齢的にはおつかつらしいんですよね。でしがらきさんはあのお笑いを経て来てるから入門が遅いみたいな、うん、はい、でも今夏の鴨は落語家じゃない、うん、どうか落語家のキャリアはもうそうこれ以上伸びないですもんね、伸びない、うん、という場合にどうなるのって話をね2人でトークでしてて結論は出てないんだけど、これってあれだよなと思って、だから夏の鴨が今はまだね知る人ぞ知るだけど、うん、もっとその頻繁に落語界に出て面白いから、うまいし面白いんですよ、ね、立川俊吾の時も新作聞いて面白いなと思ったんだけど、でその後はだから岸尾君だとか篠原君がやるあの夏の鴨作品、あるいは竜亭しがらきがやる夏の鴨作品を聞いてて面白いなと思ってたのが、本人やったら本当面白いんだよね、うまくてこれは普通に新作落語の人として活動できるよなっていうレベルなんですよね。でそれが売れた時に、売れたっていうのはあのそう東京でいうところの売れた、だから関西でいう売れたはテレビに出ることですね、東京で売れるっていうのは落語界にいっぱい出る人、うん、満喫さんみたいな、はい、そういう人、ね、あれを売れたとした場合ね、売れたとした場合満喫さんぐらいに落語界に出るようになった時に、立川流はそれをどう見るかって話。あーでもほっとくんじゃないですかね、何か言うことはないんじゃないかなね、どうなんだろうね。ただ共演しづらい人はいるでしょうね。小春寺とか。そこは俺は何にも言えないな。広瀬さんね、僕がそこ仮に答えを持ってたとしても、ここで僕が言わないことぐらいは察してもらいたいところでありますけどね。篠原とか。だからね、広瀬さん、僕のことを見たところで。何の回答も。篠原はだって普通にやってるよね、だからね、あのだから吉祥君とか篠原君とか春吾の頃から親しかった人っていうのはね、きっと普通にたまにあのミュージシャンの人と仲良くて、うん、一緒にセッションみたいな感じでやるじゃないですか、はいはい、そのイメージになるんじゃないですか。そうね、うん、多分そうだね、作家という枠の人と仲がいいからやりますみたいな、うんうん、だね、だからこの間あの某所でこしらの集い、うち幸い情報ですけど帽子も何もねえよ、もうそこまで言ったらでやっぱり夏の鴨さんがね、その勉強に来てたと、うん、はい、でその時に明かしたのが、だからその落語協会の方々との落語会があって、そこに普通に出ると、うん、おー、そうなんですか。そうなんですよ、肩書きは落語作家で、だからそれどうなのって、肩書きどうか知らないけど、だからこしらさんは、お前まさか落語やるつもりじゃねえだろうなって突っ込み方はしてたでもね、その出てるメンバーがさ、はい、俺が今立川流にいてね、はい、一応白く一門で真打ちで、はい、弟子までいるという立場の俺がそこにはまず入れないだろうなっていうところに、そう、夏の鴨も入ってるわけよ。そう、そうなのよ、本当に。でそれえっていうと、うん、もう重鎮と売れっ子真打ちと、そして若手のなんか最近メキメキ出てきている人とかの中に入ってるの、これ普通にこう、うん、えっていう、立川流であそこの中のメンバー入るの相当難しいぞっていうところに鴨は入れちゃってるのが、うん、もう そこまで来てると、うん、僕もそれ聞いてびっくりしたもん。じゃあもうあいつは落語家だ落語家じゃない問題飛び越して、うん、もうすでに活動して、うん、そこまで来てると。だからね、落語協会にすると
立川流は、まあ、分かんないよ、だから人によっても意識全然違うから、その今言っている例えば落語協会の夏野鴨さんと共演する人っていうのはね、あの別にそういう、もう立川流を下に見てるってことは全くない人たちなんだと思うんだけど、うん、例えば立川流はプロじゃないと思ってる人たちは、プロじゃないところで修行したことは別にもう全然関係ない話じゃない。でも立川流人たちは立川流で修行したことは修行になってるわけでね。でもその修行を捨てて辞めた人が落語協会の人と落語をやってることってどう思うのかなってのは非常に興味深い。だからもうさ、ただ単に立川流が嫌いなだけです。そこからちょっとでも離れればウェルカムになるんじゃないかみたいな。なんかね、だから、うん、そう、だから敵の敵は味方みたいな。なんかその匂いをね感じるんだよ。夏の鴨普通になってそこに入るか、そこ出れんだっつってびっくりしてさ、ね、聞いて、そうだからあのね、若手真打ちとか、うん、あるいはその石垣みたいな2つ目とかね、そうそうそう、やってるんだったら、ね、連中でやってるってなるんだったら、まあ そこはできる、そこはもうそうだよね、うん、でも売れっ子真打ちの師匠とかと、うん、一緒に出るのよ。そうだよ、すごい、ね、もうなんかね、何、落語協会を代表しますみたいな、そうそうそう本当も夏のカムが出ちゃってるからさ、あの、まあ、ひょっとしたらあの寒空裸みたいな、あ、位置的にはね、位置的には遠見で、そうそうそう、寒空裸湧くかもしれないけども、色物っぽい、だから、うん、名前だけ見たら、うん、なんとかてなんとか、なんとかてなんとかってある中で、うん、柳やなんとかってある中で、うん、夏のカムってあったら、あ、やっぱ色物の枠だよね。だそう思っていったら、うん、落語ね、着物着て落語があって面白いみたいな、あ、でもこれはね、あ、すげえとこ見つけたなと思って、いや、うん、前からあの違和感はあったのよ、はい、っていうのが、うん、落語協会、うん、落語芸術協会どっちか忘れたけど、髪型の枠あるでしょ、はい、落語協会、まあ、たまにあるでしょ、はい、あ、関西から来てんだよ、はい、遠いじゃん、はい、立川流目の前にいんだよ。このさ、物理的な距離そういう問題じゃない。いや、でもそういう問題じゃない。俺からすると髪型の人に会うことは非常に少ないんだよ。はい、でも落語協会はさ、ほらマルコもそうだし、はい、あと一之輔もそうだからさ、はい、よく会ってたりするじゃんよ、はい。だから心の距離的には髪型こんな遠いの。はい、俺からするとね、はいはい、会うことがないから。はい、だからにもかかわらず髪型を呼んでて。立川流呼ばないっていうのは変だなって思ってたの。まあだから髪型は全然別の存在だからあれだけど、うん、立川流はあの出てった人たちだから、うん、そうなんですよね。あの、例えばね、三平師匠がこの間浅草で取り取った時に、うん、ゲストの色物枠で、うん、パックンマックンさんとか、うん、U字工事さんとか鉄さんとかを、はいはいはい、ゲストで呼んで、うん、でそういう時って理事会にかけるんですよ、うん、こういう人たち呼んでいいですか、うん、定席出していいですか、うん、でそういうと全然 OK だよみたいな感じなんですけど、うん、あの初めて私取り取った時、うん、に相談したんです、うん、ゲスト枠とかって大丈夫なんですか、もう誰出すのって、うん、こしら満喫とかどうですかって、うん、あの理事会にかけてすらくれませんよりによって立川流と円楽堂かってまずはどっちかから行けよ、そんなのいっぺんに行っちゃまずいだろう。でも最初にそれ聞いとくのはいいかもしれない ね立川流と円楽堂、例えば満喫はいいけどって言われるのか、うん、やっぱ両方ダメなんだみたいないやでも俺あの一応うちの師匠にも OK もらってて、はいはい、あの先方の師匠にも OK もらってるのがあって、はい、名古屋の、はい、柳家三木寺に、はい、俺弟子入りしていいってなってんのよ。駒回しの、そう、落語じゃないじゃん、はい、駒回しじゃん、はい、そうなったら出れるよね。なるほど、うん、ああ色物として、そう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 、色物としてなら大丈夫じゃないですか。だって1人が2つの芸名使っちゃいけないってことないでしょ。そうですね、うん、はい、夏の一問に入るとか言って、そう、だからその理論で俺夏の一問に入っちゃえばいけるなと思って、夏の一問に入ったら立川流と共演 NG になるかもしれない。もともとしてないですもん、だって僕男子祭りとか一回も俺出たことないし。そうだよね、だって国立でやってる立川流3日間のなんか古春寺広めとかやってたけど、一回も入ったことないです。いないもんね。ああ、なんでいないんだろうと思って。本当いないよ、一回もないので。こしらって名前出てこないな、そういうのは。全然だから、うん、あの共演人になったところで僕の人生にはそう変化がないから、うん、そうですよ、
それもありかなと思ってね。あのなんだっけ、大阪からだから、その例えばゲストでこの人お客さん呼んでくれるからって入れるの、なんていうんだっけ、寄せでかね、あるよね、その制度は。まあ乗せ物とか。あ、そうそう、乗せ物、乗せ物、面白いね、乗せ物っていうのね。そういうのはあるんだよ、昔からね。あ、その乗せ物っていうのはだからもう来ていただいてお客さんをっていうことだと思うんだけど、うん、はい、それに立て替わりを使うってことはあんまないよね、きっとね。そうですね、どこで誰が判断をしたのかわからないですけど、うん、理事会に届かなかったですね。誰かが忖度して、うん、この議案はちょっとやめときましょう、やったかもしれないですよ。だから多分そこ建て替え料入るよりも夏のカモが先に入るかもしれないよね。そういうところは夏のカモがだから色物枠でね。あ、そっか、うん、夏のカモをゲストで呼ぶのはありなんだ。そう、 ありかもしれない。建て替え料じゃないから。建て替え料じゃないから、敵の敵だから、敵の敵だから味方やっぱ敵の敵が味方になっちゃうんだろうね。断春一門を出たから、うん、もう建て替え料に後足で砂をかけて出れたのたちという考え。これはなんか新しい、おう、改革ができそうだね。あ、だから小白さんも志らく師匠に破門されれば、うん、いや、だって僕は破門される必要ないですもん。ああ、別名義で書くやつがいいんだから。ただ色もですよ、駒回しじゃないんですよ。え、駒回しで行く場合もあるし、でもさ、夏の鴨の弟子で行く場合もある。何個あんだ名前が。でもだってやったっていいじゃん。手品師って言いながら手品あんまりしない人いるじゃないですか。いや、でもやるから。一応やるから。本当？はい。俺は駒を見せに行くんだ。コマを見せて、これぐらいはできるから、大体回してるふりぐらいは。だって別にコマ回しじゃなくてもいいんですよ。うん、だって三木実師匠は小三木松先生の弟子なんですよね。うん、はい、でこれドドイツの人です。そう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 。三木松の弟子で。あ、だから一門がそうなのであって、別に芸種まで一緒じゃある必要はないですよね。そうだ。だって。そう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 。だって、うん、ね。まあ三木実師匠最近三味線始めたんだぞ。この年になって三味線始めたんだぞ。ねえよ。最初がそっちだろ。ドドイツの弟子なんだからドドイツやれよ。いや、そもそもほら一門にだって色物いるでしょ。馬風一門だってね。まあそれはあの色物が寄せに出るには理事の一門にならなくてはいけないっていうシステムがあるので、うん、ああ、そう、うん、幕一門はそれが多いっていうだけです。もともとあのだから、落語家に弟子入りして、そこから紙切りになるとか、はい、そういうケースはありますよね。そういうケースも過去にはありましたね、うん、だからね、逆にその駒回しに弟子入りして落語やってても、うんうん、もう全く問題ないですよね。問題ない。うん、あ、そう、元をたどると三五郎に行き着くんですよ。あ、じゃあ、じゃあ柳屋じゃん。そう、柳屋大丈夫だね。三五郎の弟子の三木松ですから、うん、ね、じゃあ小三一門で大丈夫なんだ。そうですよ、柳屋ちゃんと名乗っても問題ない。まあ今でも柳屋なんだけどね。まあね。そうですよね。これからはだって日本も副業の時代って言われてるんだから、うん、ね、副業みんな持った方がいいんだって。僕やってますけどね。あ、ヒロさんはね。僕も肩書き2つありますから。そうだ。はい、俺ちょっと駒回しと、うん、ね。駒回しと。駒回しと落語と、あと夏の一門で新作落語もやって。じゃあマルコさんももう一つなんか格闘家とか。格闘家。なんですかね、じゃあ私は。あれこそレフリーとかね。レフリー。うん、もできるもんね。お家芸だもんね。ぬるぬるレフリーができるもんね。ただのレフリー。リングアナ。リングアナ。ぬるぬる、ぬるぬるリングアナ。ぬるぬるリングアナ。やってましたけどね。リングアナ。なんだよ。リングアナ。やってたの。ぬるぬるローションマッチ。おいはぎマッチ。やめろよ。焦点遠のくぞ、お前。今ちょっと断ってる、こっちはさすがに。いや、だから、それを断る以上に、やっぱり、ブラック仕様じゃないの。広瀬さん、ここで名前出さないであげて。まあ、まるこちゃん、この後辛くなっちゃうんだから。いや、大丈夫。でも、夢空間から仕事来ないのはそれなんじゃないの。いや、万が一ですよ。ね、まるこは何も言わなくていいからね、俺が言うから。ブラック師匠との縁切って、うん、夢空間から仕事来なかったらどうすんですか。そうだね。だからあんまり追い詰めないであげて、マルコ。でもね、だから産経新聞社のやってる大手町落語会にしがらきとか出てんだよね。はい、でなんかやっぱりその僕がいろいろ書いたりねしてることによってなんだけど、うんうん、なんかでもね。私出ますよ8月に。お、よかった。何、あの糖質制限だっけ。いや、わかんないですけど、まあ、ネタ出ししてないの。鳥が京太郎師匠です確か。あ、そうなんだ。はい、え、ほらちゃんとしてるのよ。鳥京太郎師匠、他に誰出んの。
え、他ちょっとあもうホームページとか出てるんで、うん、でまあね、あの大手町落語会って大概権太郎もしくは三兄あるいは二人ともみたいなとこじゃないですか。ちょっと調べましょうか今。いやすごいね、え、大手町落語会なんだ。じゃあ次はよかったよ、もうブラック師匠電気やなくていいじゃんこれで。でも一回で終わらないといいね。その時何やるからな。何やったって笑いとるって。イボメ？そんなの。イボメかな。糖質制限がいいと思うな。それとも。もう広瀬さんの言うことに従いよ。いや、そこつながりで、あの、ちくわに、ちくわ理論を。いや、無理でしょ。はい、京太郎さん、京、白州吉祥、丸子ですね。すごい。え、とか吉祥、丸子。はい。吉祥君が入るのね。そうです、2つ目枠が吉祥君ですね。8月の5日、13時開演、日経ホールでございます。おー、すごい。これもマルコファンで埋めちゃえばさ、で、他の時に笑うなっていう指示、指令出しといてさ。マルコファンで埋める。いや、すいません、この上の人たち強すぎるんで。いや、いけるよ。チケットが多分瞬殺すると思う。そんなことない、マルコファン。なん言ってくれたら俺、どうにか、秒で取れるようにシステム組むよ。いや、やめてください。電話とかだろ。いや、ちょっと。多分瞬殺です、大丈夫です。で、バカお前電話回線で大鳥ライダーっていうのがあるんだよ。でも出番的なだから吉祥君の後に出るんだよね。多分そうですね。頑張って。頑張ります。吉祥君に負けないように。負けるわけないじゃないですか。そう。うちの丸子よ。そうだ。うちの丸子。うちの丸子が吉祥君に負けるわけないよ。下向けですからね。うちの丸子は、なんだったら今日。同じだもんね。NHK で優勝したっていうのは同じだもんね。先輩なんだ。先輩だ。先輩が京太郎師匠食っちゃおうって思ってるんだから。あ、そうだ、うちの丸子は京太郎さんも大賞取ってるよね、きっと。取ってますよ、うん、ね、はい、じゃあ同じレベルだ。あのね、丸子は追いかけられる側じゃない。ああ追いかける側だから。なるほど。そう、あとなんか振り返んないもんね。そう、だから吉祥君の方が勢いがありますから、ね、なんだよ。いやいや追いかけますよ。いや、京太郎さんを食わないんだよ。京太郎さんを食わないと。そう、本当だって、だから前にもここでも言ったことあるかもしれないけど、うん、一之助が2つ目の時に京太郎さんとかいろんなその人気真打ちがいる中で一之助は全員を食った、一番受けてたとか。だからうちの丸子もそれやりますよ。そうか、今度の大手町落語会でどんな真打ちが来ようとも柳家京太郎に挑戦状。いやいや、挑戦状なんて常に出してますから。三京京太郎に挑戦状。ああ、でも本当に誰が来てもこっちはね、まあ、同じ揺るがない自信ありますから、ね、同じ古参一門だもんね。同じ芸風だから。え、なんだったら違いますね。あの、マルコに負けるようだったら、うん、本当やめてもらいたいですよね、落語家をね。何をどんどんハードル上げてるんですか。さっきから聞いてや。でも、何なの。そうすると京太郎、落語家やめろ。何？いや、マルコに負けるようだったらさ、そんなやめるぐらいの格好でやってもらわないとさ。一人だけ古今亭がいるわけだ、じゃあ、白紙さん。そうですね。じゃあ、それには勝つよね。いや、当たり前ですよ。柳家の本寸法の芸で。うちのマルコが負けるわけがない。本寸法の芸でね。数々の修羅場をくぐり抜けてきて。古参一門。古参一門の意地を。それも立川流や古今亭には負けない。立川流には負けない。この日一番笑い取るのはマルコだよ。マルコ。うん、俺もう予言しとくわ。もう間違いなくマルコが一番笑い取るから。皆さん、マルコさんの晴れ姿を見に行ってください。タイムラインがマルコで埋まるよ。配信もあります。ああ、じゃあもう。産経落語に会員になって、うん、配信で見てください。配信で、はい、もうこれマルコが。チケットは確かにね、あの、京太郎ファンで瞬殺になるかもしれないけれども。ああ、でも京太郎ファンが全員マルコファンに変わっちゃうから。産経落語の会員になれば、うん、配信で見れますから、ぜひ。これね、皆さん本当に僕も見ます。マルコが優勝するところを見てください。僕も見ます、うん、楽しみです。マルコさんがそう嬉しそうにしやがる。いよいよ満場で。なんで俺たちを誇りを持って喋ってんだよ。そう本当に。で、今俺仲間がさ活躍してくれるの、僕はだからあの2つ目の時の一之助に姿を重ねてるわけです。新内だよ。新内は随分出すけど、2つ目の時の一之助以下って言われてる。2つ目の時の一之助以下です、今。それだって、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。ダメだよ、そんな真実言ったら。向こうは笑点メンバーだよ。はい、じゃあ、その8月5日の大手町落語会もご覧いただきたいんですが、はい、もっと新日本の話芸、スピンオフの落語会、うん、こちらが6月の24日、内幸町ホールで
終わってんじゃないの、もう終わってんかこれ終わってんじゃないじゃあね、終わってんじゃないかな、おそらく今日がだって今収録してるのが、ね、4本目ですもん ね、はい、だから終わってんだこれな。でもその後、うん、秋にもありますから、はい、秋にもそうです、ね、まだちょっと発表はまだできないんだけど、あの、あっというゲストを呼びますから、実りの秋京太郎師匠じゃねこれこのリージー、落語協会リージー、ゲストでしょ、ゲストで来ていただこうという人を落語家やめちまえみたいなこと言っちゃダメでしょ。いや、マルコに負けるようなってことだからじゃあ負けないって話じゃねえかよ。いやいや、でもお前そこをさ任していかないといけないんだよ。でもね、朝日ホールでやってたその会でね、うん、桂二葉さんの会にゲスト京太郎さん出てたけど、うん、やっぱ二葉さんすごかったよ。ほら、うちのマルコそれ以上に笑い取りますから、うん、そう、ニオさんよりはね、そりゃそうよ、そんなポットでの比べられちゃ困るんだよ、まあ、同じ NHK 優勝者としてね、先輩としてね、何年先輩だと思ってんだ、新日本の若いポッドキャスト